はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、万丈目純です。さあ本日なんですが、アームドドラゴンデッキ組んできたのでご紹介していきたいなというふうに思っております。これいつだったっけな、なんか OCC の方でも結構最近なんですけど、アームドドラゴンがね、強化されまして、なんか魔改造されたやつがいくつか登場してるんですよ。これがマスターデュエルでもありますんで、ご紹介していきたいなと思ってるんですけども、まあ、どういうデッキかっていうと、アームドドラゴンってレベルアップしていけるんですよね。手札を捨てると、ドラゴン、アームドドラゴンサンダーレベル3、こいつは、手札からモンスターを墓地を送ると、デッキ手札からレベル5以下のアームドドラゴンモンスターを特殊召喚できるっていうね。まあ、これこんな感じの効果を持っています。全員か。レベル3だったらレベル5になれるし、レベル5だったら、レベル7になれるし、でレベル7だったらレベル10になれると。まあ、一応こいつがね、一番マックスのモンスターなんですけども、まあ、こいつの効果はうんだかんだ書いてあるんだけど、ちょっとあんまりね、この効果をね、活用できるほどね、ランクも甘くないから、まあ、一応これはおまけ程度として考えてもらって、今回ね、まあ、アームドラゴンで何していくかっていうと、まあ、単体ではね、ちょっとさすがにね、まあ、ギミックとして弱いんですよ。だから、まあ、ある程度ね、まあ、介護してあげるというか、まあ、サポートしてあげる必要があって、で、何と混ぜてるかっていうと、今回はドラゴンメイド。の、ギミックと、あとスターシップギャラクシートマホーク、トマホークっていうこのモンスターのギミックと混ぜております。まずですね、アームドラゴンの、まあ、得意技として何があるかっていうと、レベル7を並べやすいんですよ、すごく。例えば、アームドラゴンサンダーレベル7から、まあ、レベル5になって、まあ、レベル7になってってやっていくんだけど、このパイルアームドラゴンっていうモンスターが手札デッキからパイルアームドラゴン以外のアームドラゴンモンスター1体を墓地を送ると、自分のフィールドの表側表示モンスター対象に取って、なんか打点アップするっていう効果があるんですね。これコストで、まあ要はアームドラゴンを墓地を送れるんですよ、こいつが。でしかもこいつを出すには結構レベル3とかレベル5からレベルアップしていけばいいんで結構簡単なんですけども、こいつの効果を使うとコストでアームドラゴンを、墓地に送りながらこいつが立ってる状態になるわけじゃないですか。でアームドドラゴンっていうのはコストで墓地に送られた時に効果が発動するっていう共通効果がありまして、例えばこいつだったらコストで墓地を受けたワンドロー、まあ、要は手札コストとして送られるとか、こいつの効果で墓地を送られるとかっていうことですよね。これだったらこいつワンドロー、これだったら、風属性のドラゴンとかサーチ、これだったら、アームドドラゴンカードサーチとか、まあ、こういう効果があるんですね。で、レベル5を墓地に送るとドラゴン族の風属性を手札に加えるっていうことができるんで、これで何が手札に加わるかっていうと、テンペストとか、あとグラムとか、この辺の、まあ、墓地から特殊召喚できるようなモンスターとかが、手札に加わるんですよ。まあ、もちろんテンペストは、手札から、このカードと風属性を捨てるとドラゴン族モンスターを手札に加えるってことができるんで、例えばチェームとか、ドラゴンメイドの初動を持ってくることもできますし、自身を特殊召喚することもできるということで、レベル7が2体並ぶんですよね。で、レベル7が2体並ぶ場合ってなんかすげえ強いコンボがあって、これがスターシップギャラクシートマホークっていうモンスターなんですよ。これトークンをね、場に可能な限り出すっていう、なんか死ぬほど強いモンスターで、まあ、一応その戦闘ダメージゼロになっちゃうよっていう、多分デメリットはあるんですけど、これを先行ですると何が起きるかっていうと、スターシップギャラクシートマホーク、まあ、展開見てもらえば分かるんですけど、スターシップギャラクシートマホーク1枚から無限妨害が出せます。これ、どういう風になってるかっていうと、ミストバレーの巨神鳥っていう、このモンスターと、それからこのミストバレーの雷鳥っていう、これを、場に用意することができるんですね。で、ミストバレーの巨神鳥っていうのは、ミストバレーカードを持ち主の手札に戻すと、相手の発動した効果を無効にできるよっていう、無効に破壊するよってここ持ってるんで、これを、こいつをコストにすることによって、ミストバレーの雷鳥っていうのは、手札に戻ると特殊召喚されるっていう強制効果あるんで、これね、無限にね、雷鳥が出てくるんですよ。戻って出てきてみたいなことができるんで、実質相手は何のカードの効果も通りません。まあ、ちょっと弱点はね、いくつかあって、同一支援上で発動できないとか、あとこいつを戦闘破壊されるっていう、まあ、そういうね、まあ、弱点はあるんですけど、なんかこの辺を、ケア していってる、まあ、展開が動画内であるんで、まあ、それを見ていただければと思いますね。で、アームドドラゴンは今みたいにレベル7を並べるギミックか、まあ、または余裕があるときに、まあ、レベル10を出して、まあ、ぶん殴っていくみたいな感じの構築にしまして、基本的にはアームドドラゴンを、まあ、ギミックを素材にしてドラゴンメイドか、スターシップギャラクシートマホークで戦っていくみたいな構築になっております。はい、展開方法はね、ぜひ対戦をご覧ください。デュエルスタンバイ。1 10 100 1000、万丈目サンダー。私の名前は万丈目純。今からね、クズカードにも
使い道はあるということをね皆さんに思い知らせていきたいと思います。まあクズカードは抜いたんですけどねもうおよそクズカードと呼ばれているカードは抜いたんですけどね。さあアームドラゴンレベル3の効果を発動、手札を1枚捨てることによって、デッキより、アームドラゴンレベル5を特殊召喚できる。お、なんもねえな相手、なんもねえぞ。さあとりあえずアームドラゴンレベル5を特殊召喚レベルアップ。そしてアームドラゴンレベル3の効果、コストとして墓地を送られるとカードを1枚ドローするという効果を持っている。そしてアームドラゴンレベル5の効果発動、レベル5の効果によりアームドラゴンレベル7を墓地に送りレベルアップ。アームドラゴン、じゃアームドパイルアームドラゴンいけ、特殊召喚レベルアップ。そして、レベル7の効果、こいつもコストで捨てられた場合、デッキからなんかカードを1枚持ってこれるぞ。アームド系のカードを持ってくることができる。なんて強いんだ。まずはこれはアームドラゴンライトニングを持ってくるんじゃないか。あ、いや、そうだな、アームドラゴンライトニングを持ってくればいい。そしてアームドラゴンライトニングを発動。アームドラゴンライトニングはフィールド上に存在する、アームドラゴンモンスターのレベル以下のアームドラゴンモンスターを墓地より回収するという効果を持っている。これによってレベル5を1回回収していくぜ。いやレベル5じゃなくてもいいな、レベル3でいいか、レベル3でいいや。どうせファイルアームドラゴンの、ね、効果通るんで、ファイルアームドラゴンの効果発動、ファイルアームドラゴンの効果によってレベル5を墓地に送り、さあ現れろ。レベル5の効果により風属性のドラゴン属モンスター相対を手札に加えることができる。そう、もちろん手札に加えるのは何だと思いますか。そう、乱世流テンペスト。このモンスターを手札に加えさせてもらうぜ。そして乱世流テンペストの効果を発動。このモンスターはフィールド手札、フィールド剣だっけ、手札墓地だっけ、手札墓地の風属性モンスターを除外することに。このモンスターを特殊召喚できる。現れろ乱世流テンペスト。そしてレベル7のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚これが世界を終わらせる風属性モンスター現れよ。スターシップギャラクシートマホーク、スターシップギャラクシートマホークの効果を発動。オーバーレイユニットを2つ使い、フィールド上に可能な限りバトルイーグルトークンを特殊召喚するぜ。つえー無からトークンをなんといつも生成することができる。そして俺は風属性モンスター2体でリンク召喚、現れろハーピーコンダクター。そして超獣属モンスターを含むモンスター2体でリンク召喚、現れろ王神鳥シェメルグ。うおー、トークン生み出すのめっちゃ強いんだよねこれね。そしてトークン2体でリンク召喚、現れろユニオンキャリア。ユニオンキャリアのこのまあちょっと条件もおかしいというかね、がありますよね。さあユニオンキャリアの効果発動。ユニオンキャリアの効果によって王神鳥シムルグを指定し、王神鳥シムルグにデッキよりこのなんか謎の雷鳥を装備しておくぜ。そして、アームドラゴンサンダーを召喚。そして2体のモンスターでリンク召喚、現れろマスカレーナ IP マスカレーナ。そしてターンを終了するぜ。さあエンドフェイズ、王神鳥シムグの効果発動。王神鳥シムグの効果によりデッキよりミスバレーの巨神鳥を特殊召喚、無限妨害成立ミストバレーの巨神鳥っていうのはフィールド上のミストバレーモンスターをあの手札に戻して相手の発動した効果を何でも無効にするっていう効果があるんですよ。で、ミストバレーの雷鳥は手札に戻ると手札から特殊召喚するっていう強制効果があるんで、もうひたすらにこれでミッション無効にするっていうね。さあミストバレーの巨神鳥の効果を発動、ミストバレーの雷鳥を手札に戻し相手の発動した効果を無効にする。ちなみにミストバレーの、この巨神鳥の効果は同一チェーン上では1回しか発動できないっていう効果あるんで、これで例えば、チェーンサイクロンとか、あとなんだチェーンなんかひとしずくとかされると、厳しいです。非常にそもそもひとしずく厳しいけどミストバレーの雷鳥の効果発動、手札に戻った場合このモンスターは手札から特殊召喚できる、現れろミストバレーの雷鳥。さあこれで一生お前の効果を戻して無効にし続けるぜ。これが先行無限妨害理論上最強。ちなみに抜け穴は怪獣とかひとしずくとか、まあ、冥王結界杯とかいろいろあります。
さあ、おっと、未開機。まあそういったところも購入していこう。さあ、ミストバレーの巨神鳥の効果、ミストバレーの雷鳥を手形に戻し、お前の発動した効果を無効にする。もちろん巨神鳥に単一制御がついていない。これによって雷鳥が手形に戻り、お前のなんかその謎のモンスターを破壊され、そして手札から雷鳥が特殊召喚されるぜ。無限妨害つえ、無限妨害つえ、一生相手が発動した効果を無効にしていきますんでね。はい、なんかチェーンありますけど、これなんですかね。これ速攻砲かなんかあんのかな。ケラス、あーいいよ、ケラスはいいよ、ケラスはいいよ。メインフェーズ終了前いいだろう。 IP マスカイの方からそうこうやってやってくるんですよ。雷鳥をなんかぶん殴ってこようとするんですよ、相手はね。そこでこのジャックナイツパラディオンアストラムを出すことによって、こいつしか殴れないぞお前は。ジャックナイツパラディオンアストラムの効果、ジャックナイツパラディオンアストラムはフェーズ上に存在する限り、相手は他のモンスターを攻撃対象にできない。つまり雷鳥は必ず守られるというわけさうおー最強最強。何不正に今ちょっと怖いな。マジでね、このね、雷鳥を全力で介護するっていうね、このアストラムさん最強ですから。はい、私もさ、ドロー。お、アームドドラゴンサンダー来たか。レベルアップしていくか。じゃあレベルアップしていくか。まずは俺はアームドドラゴンサンダーを攻撃表示で召喚、そしてアームドドラゴンサンダーの効果を発動。アームドドラゴンサンダーの効果により手札を1枚捨てることにより、デッキよりアームドドラゴンレベル5を特殊召喚できる。はかなの指名者バカめ。ミストバレーの巨神鳥の効果を発動。ミストバレーの巨神鳥の効果により、ミストバレーの雷鳥を手札に戻し、お前の発動した効果を無効にするつえーつえー最強、無限妨害最強。さあレベル5を特殊召喚、そしてミストバレーの雷鳥は手札に持った場合、特殊召喚をすることができる。その効果にチェンジ、アームドラゴンレベル7の効果を発動。レベル7は、コストとして墓地を食らった場合、アームドドラゴンカードを手札に加えることができる。これによってアームドドラゴンを持ってきて、そしてライチョウの効果で特殊召喚、さらにアームドドラゴンレベル5の効果を発動する前に、こっちか、いや、こっち先か。アームドドラゴンライトニングの効果、ライトニングの効果によりアームドラゴンレベル5を選択し、レベル5を持ってくることができるぜ。そしてアームドドラゴンレベル5の効果発動、5で5を墓地に送り、アームドラゴンレベル7を特殊召喚。現れろアームドドラゴンレベル7。そしてコストで送られたアームドラゴンレベル5の効果発動、レベル5の効果によってデッキよりアームドドラゴンモンスターまたは風属性のドラゴン属モンスターを手札に加えることができる。そしてアームドドラゴンレベル7の効果発動、アームドドラゴンレベル7の効果により手札からドラゴニティアームズクラムを墓地送り、現れろアームドドラゴンサンダーレベル10レベルアップちなみにこのモンスターはこの自分のターン何もしないぜハハハハ、何一つしねえ。アイオブドラゴンサンダーレベル10を自分のターンに出してもな、何もしてくんねえんだよ。あ、分かったか、これがアイオブドラゴンだよ。行くぜ、ドラゴニティアームズグラムの効果も一応発動しよっか。こいつの効果によって相手のフィールドのモンスターの効果を無効にしていく。なんて強いバトルフェイズ、いっけ。どっちから殴っても同じか、行けミストバレーの巨神鳥でアタックバカめ。そしてアーモンドラドラグニティアームズグラムの効果発動、グラムの効果によって、墓地で存在するモンスターを装備することができるさあ行くぜ、みんなさんご一緒に、1 10 100 1000、万丈目サンダーアーモンドラゴンズ、なおミストバレー。さあ、事故りましたね。事故りまし
たね。事故りましたね。ドラゴンメイドパルラ君の効果を発動。パルラ君の効果によって墓地に何らかのドラゴンメイドを落とすことができるぞ。どうしよっかこれ。これ何落としてもあんま変わんねえんだよな。クソ事故ってるんですよね今。びっくりするくらい事故ってるんですよね。これ一応ですね、ドラゴンメイドがいるとドラゴンメイドじゃねえ、ドラゴン族がいると融合召喚できるんですけど、レベル5以上の。ちょっとですね今何も持ってこれないとかいうなんか地獄みたいなの持ってるんですよね。特殊召喚したらダメ見ないんだよな。まあ一応出しとくか。一応出しといて、一応出しといて、あ、増殖する陣、オッケー。増殖する陣、これミストバレーの巨神鳥とドラゴンメイドで融合してさ、なんかドラゴンメイド、バードみたいなやつ出したいんだけど、誰か作ってくんない？これしか出せないの、弱っ弱っこれ。ゴミ弱い。ゴミ弱い。ドラゴンメイドハスキーを特殊召喚していく。はい。ほんで、で、マジでやることない。いや、ほんまにやることない。どうしよう。いやーこれ出したところで意味ないしな。まあターンエンドですよね。弱え弱、世界一弱えぞ、世界一弱え。まあでも一応ですねこれでフリチェで、ドラゴンメイド出せるんで墓地から。まあこれでパルラ特殊召喚してパルラで、ドラゴンメイド落としてみたいな動きかな。楽園か、なるほど。召喚特殊が成功した時に手札落ちますよと。 OK で融合モンスター決められた融合素材を俺のフィールドからも選べるやつですね。これはまあしょうがないですね。これハスキーはもう壁でしかないんでしょうがないです。これははい、もうしょうがないで楽園効果でハスキー光属性だからあれか、アルビオ出せるのかな。非常に厳しいですねこれ。非常に厳しい、非常に厳しい。アルビオン、はい。でアルビオン効果発動。アルビオン効果で融合召喚成功すると自分の手札フィールド墓地から融合素材を、除外して融合モンスターを出せると。でエフェクトベーラー、なるほど。エフェクトベーラーとで、クエリティス OK、 クエリティス OK、 OK。 まあ一応ですね壁は生成できるんで墓地のトラップカードで、トラップカードは除外するとフリーチェーンでね、ドラゴンメイドを手札か墓地から特殊召喚できるよっていう効果があるんで、まあ、一応多分このターンで死ぬことはなさそうな気はするんだけど、死んだらごめんなさい、死んだら臭いよとなりますこの動画は。さあ2体のモンスターで、あ、ドラッグラビオン、なるほど。おっとこれあれか、墓地のお片付けこれ通るんじゃねえか、ワンチャン。これ出てくるの多分あれだろう、あのワンキル落ちたんだろう多分、なんかヌメロンドラゴンだこれ。あ、いける、それはこいつ、そいつしか殴れねえ。耐えた、多分耐えた。で、そいつ効果で、急性になってぶん殴ってくるような効果。オッケー。危ねえ、ドラゴンメイドのお片付け効果だぞ。お片付けの効果によって、ドラゴンメイドモンスター、ドラゴンメイドパルラを特殊召喚。そして、パルラ特殊召喚成功時効果発動。パルラ効果で、もう一回お片付けを、墓地送っていく。よし、耐えた、よーし、よーし。危ない、ライフポイントは守られた。伏せ怖えな。でだいぶ手札、増えたんで、まあ、なんとか返していきたいですね、ここから。なるべく返していきたいといったところで、ラックイン劇場でスペアを手札に加えて、で、俺のターン、ドロー。チェイムかー、まあ、悪くはないか、召喚系の使えるの悪くはないか。まあ、こっからですかね。アームドラゴンフラッシュ効果発動。アームドラゴンフラッシュの効果によってアームドラゴンレベル3を特殊召喚。いらなかったら使ってほしいんだよな、早めに。アームドラゴンレベル3をの効果を発動。レベル3の効果によってレベル3を墓地のフリー、レベル5を特殊召喚。エフェクトベイラー、 OK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 。 まあ OK、 いいでしょう。エフェクトベーラーくらいは許してやろう。でだな、そしたらまあ、とりあえずレベル3の効果と、レベル3はコストで墓地を送られるとカードを1枚ドローする効果を持っている。何？めんどくせえ。めんどくせえ。やべえ、つえ、ここであやめの創建者つえ、胸でかっ。
で、アームドラゴンレベル3の効果で1枚ドローができる。うわー、なんか全然引きたくねえの引いちゃったな。これルフとぶん投げるしかねえか。あやめちょっと一回これ無効にしとくしかねえな。それ無効にしとかないと俺の展開が通らねえ。とりあえずお片付け発動するしかねえ。お片付け発動。お片付けの効果によって手札または墓地よりドラゴンメイドモンスター一体を特殊召喚できるぜ。あらら、ドラゴンメイドハスキー、そしてドラゴンメイドチェイムを召喚。ドラゴンメイドチェイムの効果発動。これによってドラゴンメイドのお心尽くしを手札に加えさせてもらうぜ。そして墓地に存在するドラゴンメイドのおしめ替えの効果発動。あ、すいません、 お召し替えです。すいませんでした。お召し替えの効果でドラゴンメイドチェイムを手札に戻し、そしてハスキーの効果発動。ハスキーの効果によって手札に戻った場合、ドラゴンメイドが相手のカードを破壊する。そしてあの伏せカードなんだろうね。で、これはヌメのドラゴンの効果で全部パスしかない。 OK。 これはあ、これ僕セットできるんですか。あ、そうなんですか。なるほど、はい。あ、これなかなかいいですね。このセットはいいですよ。で、ドラゴンメイドのお心尽くし、そう、お心尽くし効果、墓地からドラゴンメイド特殊召喚して、で、一旦おしめ替えする。で、こうだな。で、これとこれで融合で、こう、これなんかいつもだったら絶対出したいモンスター手札に全部来てるのめちゃくちゃうざいよ俺めちゃくちゃうざいね。ミストバレー両方とも来てるのこれおかしくないか。絶対おかしいだろ。でだな、これでだな、ハスキーとシュトラールの効果両方とも発動できるから、だな、スタンバイフェーズでドラゴンメイドシュトラールの効果発動。シュトラールの効果によって、墓地からだから、これを特殊召喚するかな。ドラゴンメイドパルダ特殊召喚で、パルダ特殊の成功時効果、パルダの効果によってチェイムを墓地送って、で、ハスキーの効果発動で、ハスキーの効果で、チェイムを特殊召喚していくと。よし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 、耐えてる。いいぞドラゴンメイド、お前らのパワー見せてやれ。何、悲劇のデスピアン、やばい、ちょいごか。うわそんな気がした。なるほど、悲劇のデスピアンと手札を一枚捨てて、悲劇のデスピアンと、どれですか。あ、そういう感じ。なるほど、そういう感じで融合させてしまう。うわやばいの来た、やばいの来た。で、悲劇のデスピアンの効果で何らかのカードを持ってこれる、アルベル、はい、いいでしょう。で、デッキ上デスピアを発動。 OK、 やばい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 、あー、俺のシュトラールがワイのシュトラールがくっそ許さねえ。まあでもシュトラールはね、一応あの無効にする効果ありますけど、コストがないといけないので、コストっていうか、あのデッキの中にシュトラールが、シュトラールじゃねえや、ドラゴンメイドモンスターが入ってないといけないんで、多分入ってないんですよあれ。なんで多分シュトラールの無効効果は多分入ってないですね。ただ俺のモンスターをパクりすぎ問題俺のモンスターパクりすぎだろあいつ、うざすぎる。で、一回パルラ戻して、これは使わなくてもいいな。で、ドラゴンメイドルフトを特殊召喚で、ドラゴンメイドが手札に戻ったので、ハスキーの効果を発動。ハスキーの効果で、これはどちらさんを破壊すればいいんですか。 こちらさんですね。さすがにこの人相手タイム発動できますもんね。はい、これですね。で、これを破壊して、で、行ったりしか殴れないためギリギリ耐えてる。オッケー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 、耐えてる。よしよしよし、いいぞ。まだ俺は望みは捨てねえ。で、バトルフェーズ終了前、ルフトの効果を発動していこう。バトルフェーズ終了前でルフトを手札に戻しながらドラゴンメイドを特殊召喚していく。よし、いいぞ。よし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 。そしてだな、劇場効果まだ融合できるのか。あいつあいつ強すぎねえか。反動、それ素材何持ってきてたっけ。あるあるか、オッケー。アルベルと、シュラルでクエリディス。オーケー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 、了解しました。危ねえ、オッケー。アドバンテージはこちらにある。そしてアームドラゴンフラッシュの効果と、
アームドラゴンフラッシュの効果によりデッキよりアームドラゴンレベル7レベル3を特召喚。よしいいぞ、いける、耐えてる、よしハービー花巻も来た、オッケー、これで劇場を破壊できる。とりあえず一回挨拶しよう。おはようございます、おはようございます。よし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 、いいぞいいぞ。とりあえずルフト投げとくか、一回ルフトぶん投げて相手のクエリティ正解無効にしよう。はい、効果は、無効にしていく。一回ねフィルドラ発動するか無効にして、で押し目替えはまだとりあえずいいや。アームドラゴンレベル3の効果を発動、レベル3の効果によってちょっとようわからんモンスターもこれ捨てて、でアームドラゴンサンダーレベル5を特殊召喚。そして、アームドラゴンレベル5の効果を発動、レベル5の効果によりさらに雷鳥を捨てて、なんか絶対デッキから出したいモンスター全部捨てるんだけどね、ちなみにまああのあれですよ、あの VFD 出す時のオライオン手札に来たみたいなパターンですよ。でですね、一旦押し目替え効果使って戻して邪魔だからどかして、でですね、パイルアームド効果、パイルアームド効果でレベル5墓地送ってこいつの打点をアップする。ちなみにこの効果発動するとモンスター1体でしか殴れねえっていう効果がある。つまりこのターンでは俺は勝てねえ、ただ盤面を作ることにはできる。もちろん手札に持ってくるのは乱世流テンペスト、そしてドラゴンメイドのお召し替えを発動。ドラゴンメイドのお召し替えの効果により俺はドラゴンメイドモンスターとドラゴン族モンスターで融合召喚。現れろドラゴンメイドシュトワール。そして乱世流テンペストの効果発動、このモンスターは墓地に存在する場合墓地に存在する狩り属性モンスターをゲームから2体除外することによりこのモンスターを特殊召喚できる。あられろ乱世流テンペスト。そしてとりあえずバトルフェーズ入りゃいいか、一旦バトルだな、一旦バトル。これさ、でそいつの効果発動することは読んでいたぜ。俺はドラゴンメイドシュトラールの効果を発動、ドラゴンメイドシュトラールの効果によりシュトラール自身をデッキに戻し、ドラゴンメイドハスキーをエクストラデッキから特殊召喚し、その効果を無効にする。でだな、メインツ入る、これで天球、あスターシップとギャラクシートマホークもできるのか。天球出す予定だったんですけど、これスターシップギャラクシートマホークできるんだったらギャラクシートマホークでいいの。これトマホークさ出してさ、なんか強い動きできるのかな。これなんか盤面埋まってんだけど、これ待って、天気の聖国院の予定だったんだよね一応これトマホークできるんだとトマホーク出したら強いね、これ絶対に。でトマホークの効果、2枚素材を切って、そしてバトルイーグルトークンを特殊召喚できるんで、ブリンピロンピロン、強いけど、ただこれ何ができんだこれこれもうミストバレー全部どっか行ってんだよな。なんかあんま強くねえ動きしかいけないな。これでとりあえずマスカレーナ出すだろ、マスカレーナ出して3体余ってんのか。3体もユニオンキャリア出したところでなんだよな、ユニオンキャリア出したところでかあるけど、まあとりあえずユニオンキャリアは出すか。ユニオンキャリア出して、はい、でユニオンキャリア出しました。とりあえずトロイメユニコーンが出せますよと。ユニコーン出してもでもコストねえんだよな。まあ、一回ハスキーの打点上げときます。これこんなんするんだったらでも天気の方が強かったんじゃね。なんかいまいちだな、ミストバレーがないといまいち変わるな。まあいいや、でトークンどっか行くでしょ。これあれだね、相手なんでアスタルムかなんか出したらいいね。とりあえずね、多分ね、一旦アスタルムかなんか出して、ほんで相手のその攻撃をアストラムに吸収させよう。でデスピアはいいわ、オッケー。これ絶対天気の方が強かったな、だったらまあそんなもんだよね。でメインフェーズ終了前 IP マスカレーナの効果を、 IP マスカレーナでアクセス出すか。アクセス出そう、効果で破壊されないアクセス出そう。俺はマスカレーナとユニオンキャリアでリンク召喚、風をつかめストームアクセス。
リンク召喚アクセスコードトーカー、アクセスコードトーカーの効果発動。アクセスコードトーカーの効果によりこのモンスターの、打点を2000ポイントアップする。よし、美しい。この、ロイヤル加工のアクセスコールトーカーね。アクセスコールトーカーの効果発動。アクセスコールトーカーの効果によりユニオンキャリアをゲームから除外し、相手のフィールド上のカードを1枚を選んで破壊する。アクセスインテグレーションアクセスインテグレーション、いけー、アームドドラゴン、どこ行ったいや、まあ中継地点で活躍してくれたからセーフ。なんかあれだよね、あのアンドドラゴン自身をもうちょっと活躍させてあげたいっていう気持ちはすげえ山々なんだけど、やっぱアームドドラゴンギミック自体がすげえ弱いからアームドドラゴンレベル10相手ターンになんかすげえいっぱいカード使って出したところでさ、弱いじゃんさすがに。なんかあれだよね、もうちょっとなんかあれだな、どういう動画が見たいかですよ皆さんもね。なんかなんかエンジョイルーム戦とかの動画でもいいのか、まあそれでもちゃんとランク戦で戦えるデッキを紹介してくれという方がいいのか、ちょっとね僕もまだなんだろう、掴みかねてるんですよ今。マサズエルってまあほぼほぼね、ランクマしか遊ぶ場所がないと言っても過言じゃないと思うんですけど、まあそうなってくるとやっぱランク戦である程度勝てるデッキじゃないとあんま意味ないなっていう作るのなんかいう気はしてるんだけど、ただ俺が正直作りてえデッキってのはなんかあれなんだよね、もうちょっとアームドドラゴンレベル10出して強えっていうデッキなんだよね。だからさ、デッキパワーを落としてほしいわけですよ相手には。だからなんかエンジョイルーム戦とかの方がいいのかなって思ったり結構してて、ちょっとぜひね皆さんもね、そのなんかなんだろうな、ロマンたっぷりのエンジョイ構築がいいのか、それとも一応ある程度ランク戦で勝てるようなデッキがいいのか、ぜひねちょっと教えていただきたいというふうに思ってます。はい、ということでとりあえず相手のこれ、展開、この世界が終わる展開しますね。はい、世界が終わる展開します完全にソリティア長えな、おい、どういうコンボこれ、わけわからんコンボしてんな、すげえことしてるぞこいつ。なんか7分間くらい回してなんかこの盤面作ってるけど、これ何がしたいのマジで。え、あ、やば、そいつあれじゃん、最強モンスターじゃん。なんかバウンスジェネクシバードマンってあれですよね、なんか今リミット1か2かなんかじゃなかったでしたっけ。え、コアキメイルデビル、もう誰やお前、コアキメイルデビル誰やねん。いった、え、いった、どういうこと、え、わかんないわかんないわかんない、ないかないかないか、どういうこと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 、わから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 なんだこれえ、何が起きてんの。相手ライフに与えると、そのレベルかけ200ポイントのダメージを相手ライフに与える。手段このカードを相手に見せてデッキトップを一応持ち送られた。へえ、え、分からんけどこれ無限コンボしてないあれ無限コンボしてるね、なんか知らんけど無限コンボ成立しないですかこれ。え